FMV の機種一覧とは富士通が発売する FMV の現行モデル並びに過去に発売されたモデルを列挙した一覧である。本校では2010年4月以降の法人向けモデルであるエスプリモ、ライフブック、スタイリスタイについても合わせて述べる。なお、ブランド名の統一に合わせて品番ルールが変更されており、 シリーズ名を示す、最初のアルファベットが1文字であれば法人向け、アルファベットが2文字であれば個人向けと容易に区別できるようになり、個人向けの場合は、R シリーズのように2文字目は必ず H となる。よって、仕様やデザインは異なるものの、一部のシリーズでは以下のような相関関係になる。Q シリーズ、QH シリーズに関しては、 現行のアローズタブでも相関関係が成立する。エスプリモ FH シリーズデスクパワー F シリーズ後継の一体型モデル。エスプリモ S シリーズ新デザインのディスプレイを搭載したシンプルな一体型モデル。本シリーズではカスタムメイドの設定がない。エスプリモ WH シリーズディスプレイにチルト機能を備え。 タッチ操作がしやすい角度に調整できる一体型モデル。エスプリモ DH シリーズ、デスクパワー CE シリーズ後継の分離型、スリムタワーモデル。富士通が発売する個人向けの分離型モデルは本、シリーズのみである。2013年夏モデルから、カスタムメイド専用モデルに移行。デスクパワー F シリーズ2008年夏モデルから登場した、ボードタイプのデスクトップ。 ソニーのバイオタイプ L、NEC のバリュースター N に続く第3のボード PC でもある。2009年秋冬モデルから一体型モデルはこの F シリーズに集約された。デスクパワー CCE シリーズ1998年から発売されていたロングセラーの分離型モデル。当初は C シリーズで展開し2001年夏モデルからは CE シリーズを 追加、2004年冬モデルからは、CE シリーズのみとなった。CCE シリーズは、CRT 一体型にも存在したが、本モデルとの関連はない。2001年夏から2010年春、デスクパワー LX シリーズ液晶テレビレコーダー、高機能 PC を、ワンパッケージにした一体型デスクトップ。TX シリーズ収束後は、当シリーズが、 FMV のフラッグシップモデルとなっていた。デスクパワー EK シリーズ小スペースで設置できる一体型のエントリーモデル。テレビチューナーは搭載しない。デスクパワー DX シリーズ30型以上の大型液晶を搭載した一体型モデル。デスクパワー D シリーズの後継機種として登場した。デスクパワー H シリーズ大画面液晶と大容量の HDD を搭載した横置きに対応した本体が特徴の分離型モデル。デスクパワー、T シリーズ TB チューナーを搭載した大型タイプの一体型モデル。デスクパワー、L シリーズ17型ワイド液晶を搭載した一体型モデル。デスクパワー、MME シリーズマイクロタワータイプの分離型モデル。当初は、M シリーズから発売を開始し、 1999年夏、モデルから ME シリーズを発売した。1999年春から2001年春、デスクパワー T シリーズミドルタワータイプの分離型モデル。ここでは t s t p シリーズも含まれる。デスクパワー S シリーズ横置きタイプの本体を備えた分離型モデル。ここでは SESPSXH シリーズを含む。 デスクパワー、K シリーズ徹底的な小スペースにこだわった液晶付け一体型モデル。デスクパワープリシェシリーズ女性に向けたスタイリッシュな液晶一体型モデル。デスクパワー AV シリーズ CRT ディスプレイに本体を組み込んだ一体型モデル。液晶に移行されたこともあり、発売期間が約半年間と短命でもあった。デスクパワー CRT 一体型。 CRT ディスプレイ一体型モデルで、FMV シリーズの一体型モデルの原点でもあった。その後、S シリーズの一部機種にも登場した。手をシリーズ手持ちの液晶テレビと接続するタイプ。タウンズ FM タウンズの後継モデルとして登場した、分離型モデル。FMV デスクパワー FM タウンズ両方の要素を取り入れている。 法人向けモデルは2001年から季節ごとから上期と下期に区分が変わっている。また、2005年上期モデルから世界展開ブランドエスプリモを導入した f m v エスプリモに名称変更されている。2010年4月発売モデルからは法人向けのオートブックモデルと共に FMV が取れエスプリモとなった。エスプリモ D シリーズスタンダード分型モデル。 エスプリモ Q シリーズ従来のエスプリモ B シリーズを継承した分離型ウルトラスモールモデルエスプリモ G シリーズ既存のエスプリモ Q シリーズよりもさらに小型化軽量化されベサキットを用いることでディスプレイ背面への設置も可能となったウルトラスモールモデルエスプリモ K シリーズ従来のデスクトップ CX シリーズを継承した液晶一体型モデル エスプリモ B シリーズシリーズ最小の超コンパクトサイズの分離型エントリーモデル。4年半の販売休止を経て2011年下期に復活したエスプリモ W シリーズデスクトップ TX シリーズの後継機種でミドルタワータイプの分離型モデル。エスプリモ E シリーズ小スペースタイプの分離型モデル。これまでのデスクトップ SL デスクトップフロリダシリーズを統合。 エスプリモ C シリーズ従来のデスクトップ CL シリーズを継承したコンパクト分離型モデル。バリューライン低価格に抑えたエントリーモデル。デスクトップ TX シリーズミドルタワータイプの分離型モデル。デスクトップ SL シリーズスリムタワータイプの分離型モデル。デスクトップフロリダシリーズ小スペースの本体に高性能 CPU を搭載。 デスクトップ CL シリーズコンパクトサイズの本体を備えた分離型モデル。デスクトップ CX シリーズ液晶ディスプレイ搭載の一体型モデル。デスクトップデラックスシリーズスタンダードの分離型モデル。デスクトップ ML シリーズマイクロタワータイプの分離型モデル。ライフブック NH シリーズ、ビブロー NW シリーズ後継の大画面 AV ノート。ライフブック R シリーズ。 ビブロー NF シリーズ後継の15.6型大画面ノート。主力シリーズとなっているためか、ベーシックモデルからハイスペックモデルまで幅広いラインナップがあるのも特徴である。ライフブック WA1M カスタムメイドモデルライフブック GH シリーズワイヤレス15.6型ワイド液晶ディスプレイと小型デスクトップ PC を組み合わせ。 ディスプレイが着脱できる新コンセプト PC。本シリーズにはカスタムメイドモデルの設定はない。ライフブック TH シリーズ約5年のブランクを経てシリーズ名を再び復活。通算4代目となる2020年冬モデルからはディスプレイが15.6型にさらに大型化され、家の中での使用を想定した薄型、軽量設計の高額ドライブレス A4。 ノートパソコンの位置づけとなった。ライフブック LH シリーズ、ビブロー、S シリーズ後継の14型コンパクトノート。一旦廃止されていたが、コンセプトを刷新して、小学生向けモデル初めての自分パソコンとして、約7年ぶりに再設定された。なお、本シリーズには、カスタムメイドモデルは設定されていなかった。 ライフブック UH シリーズ13.3型ワイドまたは14型ワイドを搭載する富士通製発のウルトラブック2014年秋冬モデル以降は高額ドライブ非搭載のモバイルノートに移行しているライフブック CH シリーズ13.3型ワイドを搭載するモバイルノート発売当初は富士通の女性社員が中心となって企画 開発した女性向けモデルとして、フローラルキスの愛称が付けられていた。約5年ぶりとなる新モデル発売に伴い、シリーズ名である、ライフブック CH シリーズに改められ、約3年ぶりに復活した。ライフブック SH シリーズ、ビブロー MG シリーズ後継の13.3型ワイド、液晶搭載大画面モバイルライフブックへ、シリーズ小学生高学年から高校生までを、 対象とした13.3型ワイド液晶搭載の教育向けモバイルノート。本シリーズではカスタムメイドモデルは設定されない。ライフブック PH シリーズ12.1型ワイド液晶のビブロー R シリーズよび11.6型ワイド液晶のビブロールックス C シリーズが統合し、一つのシリーズとして展開することになった。ライフブックメガヘルツシリーズ。 ビブロー・ルックスウェムシリーズ後継の10.6型ワイド液晶搭載のネットブック。一旦廃止されたが、13.3型ワイドに大型化された高額ドライブレスのモバイルノートとして約7年ぶりに復活した。なお、本シリーズではカスタムメイドモデルは設定されない。Chromebook OS に Google Chrome OS を搭載した14型モバイルノート。 日本国内メーカー発となるコンシューマー向け、Chromebook で、ハイスペックの性能を持つ、プレミアム Chromebook に属する。ビブロー NW シリーズタッチパネル式、サブウィンドウ、タッチスクエアを搭載する大画面 AV ノート。ビブロー NF シリーズ15.4型、15.6型、ワイド液晶を搭載する大画面ノート。ビブローの主力商品となった。ビブロー。 S, S シリーズ14.1型液晶を搭載するコンパクトノート。若い女性に向けたモデルである。ビブロー MG シリーズ大型液晶を搭載したモバイルノート。状況に応じてドライブやバッテリーに差し替えできるモバイルマルチベイ構造を採用している。ビブロー R シリーズ2009年夏モデルまでラインナップされていたビブロールックス R シリーズの後継モデル。 12.1型ワイド液晶を搭載するモバイルノートで2009年度グッドデザイン賞を受賞。ビジネスシーンを想定して作られているためか、カラーはブラック一色となり、SSD やブルーレイドライブも搭載されなくなった。ビブロー NX シリーズ17型ワイド液晶を搭載したフラッグシップモデル。画面が大きいこともあり、発売当初から、 点キーを標準搭載するなどデスクトップとも変わらないほどの性能だった。ビブロー NBNBTB シリーズビブロー NB75KTA4 サイズの普及型ノート PC でビブローの一時代を築いてきた。現在はワイドタイプのライフブックアーシリーズに引き継がれている。ビブロー NH シリーズ大型液晶デスクトップ用高速 CPU 搭載のハイスペックノート。 ビブロー MR シリーズインテルペンティアム4を搭載したスタイリッシュスリムノート。なお、発売はわずか半年程度だった。ビブロー NE シリーズビブローの A4、スタンダードタイプとして登場。晩年は A4 ノートの高機能モデルとなった。ビブロー NJ シリーズ12.1型液晶、搭載のスタイリッシュモデル。インテルセレロン搭載。 ビブロー NR シリーズ拡張性に優れたマルチベイ構造を採用したスリムノート。インテルセレロン搭載ビブローニューシリーズビブロー5133入後 WFMV 初代から発売されていたスタンダードノートビブローなシリーズ FMV 初代から発売されていたハイスペックノート。ビブロー RS シリーズノートパソコンを縦に置いたようなスタンディングスタイルを採用。 ライフブック FH シリーズのような現在のボード PC を思わせる一色モデルだった。ビブロー MF シリーズ一回り小さい B5 サイズのモバイルノートパソコン 12.。12.1型液晶を搭載している。ビブロー NS シリーズ13.3型液晶を採用した薄型 A4 スタンダードノート。ビブロー NP シリーズ12.1型液晶を搭載した。 拡張性と携帯性に優れた多機能モデル。ビブロー MC シリーズタッチパネル式液晶を搭載したペンタッチ操作もできる小型モバイルノート。ビブロー MC シリーズ高性能 CPU を搭載したサブノートにも最適なモデル。ビブロウ NL シリーズ大型液晶を搭載した B5 サイズのサブノート。ビブロールックス C シリーズ2009年秋冬モデルから 登場した新シリーズで11.6型ワイド液晶を搭載。超低電圧版の CPU や2イトメモリ、大容量 HDD とモバイルの大人みの性能があり、ネットブックとは一線を画すモデルである。ビブロー・ルックス・ウェムシリーズ当社発のネットブックモデル。一般的なネットブックの基本性能を持ちながら、MG や他のルックスと同等の高い堅牢性。 マイリカバリを搭載するなど、富士通ならではの安心性能も持たせている。ビブロールックス U シリーズ2009年夏も出るまで、販売されていた、ビブロールックス U シリーズが片手で持てる、折りたたみタイプのアンプックとして復活。約 495g の超軽量ボディで手軽に、持ち運べ、Windows タッチ対応で、タッチ操作も可能。 モバイル iMax 搭載で高速モバイル通信もできる。ビブロー・ルックス・ R シリーズ以前発売されていたビブロー・ルックス・ T シリーズから引き継いだ大画面モバイル。12.1型ワイド液晶と超寿命バッテリーを搭載する。法人向けモデルライフブック・ R シリーズの個人向け仕様である。なお、2009年秋冬モデルからはシリーズ名からルックスが取れ。 ビジネスモバイルノートであるビブロー R シリーズへ継承された。ビブロールックス T シリーズエンターテイメント性に優れた小型モバイル。2008年からは画面が大きくなったルックス R シリーズに継承された。ビブロールックス S シリーズビブロールックス T シリーズと共に登場した小型モバイル。こちらは基本性能に特化したコンパクトタイプ。 当初は5 6ロ b p s モデム内蔵モデルと PHS モジュール内蔵モデルの2種類だったが2002年末モデルより無線 LAN 内蔵モデルが登場 CPU は一貫してクルーソーを採用していたビブロールックス級シリーズ12.1型ワイド液晶を搭載軽さと薄さにこだわったウルトラライトスリムモバイル カスタムメイド限定モデルである。先に発売された法人向けモデルライフブック旧シリーズを個人向け仕様に変更した。これらのモデルは日本電機のバーサプロやレノボのシンクパッドなどと同様、個人向けのアプリケーションなどが最小限に抑えられていることが特徴であり、さらに同社のビブローシリーズよりも安価なこともあり、やはり法人向けのみならず、 パワーユーザーからも人気が高い。なおコンシューマー向けよりも堅牢性を重視するのが早かった。ただし、前述の2つのシリーズと比して、家電量販店で見かけることはまずないので、主に購入方法としては、富士通直営のウェブマートなどで購入することになる。2010年4月発売モデルからは、法人向けデスクトップモデルとともに、FMV が取れ、ライフブックとなった。 ライフブック H シリーズ圧倒的な性能と優れたグラフィック性能を兼ね備えた最高峰モデル。モバイルワークステーションとしての一面を持つ。ライフブック X シリーズ RAID-1 対応 A4 ハイパフォーマンスモデル。従来のライフブックが H シリーズを継承。筐体やハード構成もそのままであった。ライフブック N シリーズ17.3型ワイド。 高解像度液晶を搭載した大画面スタンダードモデル。ライフブック E シリーズ新世代技術とセキュリティ機能を充実した A4 ハイスペックモデル。従来のライフブックが L シリーズを継承。基本的には高額ドライブはホットスワップなる取り外し可能なドライブ搭載である。ライフブック A シリーズ A4 エントリーモデルのワイド液晶タイプ。 ライフブック C シリーズ A4 エントリーモデル。従来のライフブックニュー L シリーズを継承。ライフブック S シリーズ13.3型液晶を搭載した大画面スリムモバイルノート。従来のライフブック MR、ライフブック MG、H ライフブック MG シリーズを統合。ライフブック U シリーズ14型ワイド液晶を搭載したウルトラスリムモバイルノート。なお、 シリーズ名としては、約3年ぶりに復活しているが、超小型タブレット PC として発売していた第一期モデルとは、全く異なる仕様となっている。ライフブック P シリーズ12.1型ワイド液晶を搭載したコンパクトスリムモバイルノート。従来発売されていた、ライフブック R シリーズの後継モデルである。なお、シリーズ名としては、 1> 約1年ぶりに復活しているが、Lifebook U シリーズ同様、タブレット PC として発売していた第一期モデルとは、全く異なる仕様となっている。Lifebook R シリーズ12.1型、ワイド液晶を搭載した、プレミアムモバイルノート。Lifebook B シリーズ12.1型液晶を搭載した B5 モバイルノート。従来の Lifebook MT シリーズを継承。 ライフブック9シリーズ12.1型液晶を搭載したウルトラライトスリムモバイルノート。バリューライン低価格に抑えたバリューモデル。ライフブック 7L な H シリーズ大画面液晶を搭載したハイスペックモデル。ハイパフォーマンスモデルのな H シリーズや中間に当たるな L シリーズも存在していた。ライフブックニューニュー E ニュー B ニュー L シリーズトータルバランスに優れたスタンダードモデル。エントリーモデルとして、ニュー、E ニュー、B ニュー、L シリーズのような派生シリーズも存在していた。ライフブック MR シリーズ14.1型液晶とマルチベイ構造を搭載した A4 スリムノートライフブック MGMGH シリーズ軽量、薄型で超寿命バッテリーを搭載したダイバメンスリムモバイル。 ライフブック MT シリーズライフブック最軽量の B5 サイズモバイルライフブック MF シリーズ B5 サイズの12.1型モバイルノートライフブック MC シリーズタッチパネル液晶を搭載した小型モバイルライフブック LS シリーズ軽量ボディにワイド液晶を搭載した小型モバイルビブロール x S シリーズの法人向け仕様である ビブローライフブック NS シリーズ拡張ステーションに対応する薄型モデル。携帯電話一体型一台でモバイル PC にもタブレット PC にも変化する 2way タイプのモバイルタブレット PC。ライフブック TH シリーズ当初は 2way タイプのタブレット PC で1シーズンのみの販売となっていたが約2年のブランクを経て初代モデルよりも大型化された13.3型の コンバーチブル型ウルトラブックに転換しシリーズ名を復活したスタイリスティック QH シリーズ付属のキーボードステーションの着脱によりノート PC としてもタブレットとしても使用できるハイブリッドタブレット PC なおスタイリスティックの個人向けモデルの発売は約9年ぶりとなるビブロウ MT シリーズ2009年秋冬モデルから登場した 12.1型タッチパネル式液晶を搭載したコンパクトモバイルノート。画面が左右に180度回転するコンバーチブル形状を採用しており、タブレットモードに切り替えることも可能。Windows 7の新機能の一つである Windows Touch にも対応する。キーピッチは 19mm とゆとりがあり、キーボード操作も快適である。持ち運びを考慮し、各種試験を クリアした堅牢設計としている。HDMI 端子も装備しており、対応のテレビであれば、HDMI ケーブル1本で接続できる。ビブロール x U シリーズ重量約 580g、5.6型、ワイド液晶を搭載した、アンプックモデル。指紋認証装置を標準装備。液晶画面部分が反転して、ペン入力ができる。 タブレットスタイルにも対応したコンバーチブル型である。先に発売された法人向けモデルライフブック U シリーズを個人向け仕様に変更した。SD カードスロット搭載、CF スロット搭載。USB ポート1ルックス u 5 0 x v は約 555g、ッ u x u B50N とック x u, u C40 は、 約 565g ビブロールックス P シリーズ、ビブロールックス U シリーズ同様、画面が回転する、コンバーチブル構造になっているが、ビブロールックス U シリーズよりも大きい8.9型、ワイド液晶を搭載する。先に発売された法人向けモデルのライフブック、P シリーズを、個人向けに、仕様変更した。スタイリスティック単体での仕様はもちろん、 ドッキングステーションと併用すれば一体型デスクトップとしても使用できるタブレット PC。ライフブック T シリーズ12.1型、12.1型、ワイド、12.5型ワイド、13.3型ワ、13. 型ワイド液晶を搭載したコンパチーブル型、モバイルタブレット PC。発売時期やモデルにより液晶サイズが異なる。12.1型液晶 t、t 8 2系 1トルコリラ12.1型、ワイド液晶、T81K、T73K12.5 型ワイド液晶、T73K、T72K13.3 型ワイド液晶、T82K、T9K ライフブック P シリーズ8.9型、ワイド液晶を搭載したコンパチーブル型、モバイルタブレット PC。ライフブック U シリーズ5.6型ワイド。 液晶表示対応搭載の超小型軽量モバイル。ペン入力にも対応するコンパチーブル型、モバイルタブレット PC。スタイリスティック単体での使用はもちろん、ドッキングステーションと併用すれば一体型デスクトップとしても、使用できる、ピュアタブレット PC。個人向けモデルとは異なり、ドッキングステーション、キーボードマウスは別売となる。 2011年2月に10.1型ワイド液晶を搭載したストレート PC として名称を復活。2012年9月には外出先はタブレット PC として事業所内ではキーボードドッキングステーションを装着することでモバイルノート PC として使用できる11.6型ワイド液晶のハイブリッドタブレット Q700 に F を新設した。 2013年下期モデルは、継続販売されている、Q700 に G を除いて、アローズタブ Q シリーズへ移行された。FMV 楽ラク,ラクパック、楽ラク,ラクパソコン初心者やパソコン操作に、不慣れの方に、最適なモデル。FMV 新クライアント HDD やドライブを、持たない新クライアント PC で、ディスクに起因するトラブルや、情報漏えい対策に最適。 また、クライアントアプリケーションなどの資源をサーバー側で一元管理することでクライアント側のインストールアップデート作業が不要になるため運用管理コストの削減も図れる。TC5000K がデスクトップタイプ。TC8000K がノートブックタイプである。なお、2012年上期から新クライアントのブランド名を順次。 フトロに改められたため、FMV ブランドとしては2012年間期をもって終了した。ロングライフパソコン24時間稼働を可能にした、超寿命型パソコン。主に産業、生産、物流、金融、コールセンターなど、長時間の稼働が必要な現場に向く。ここでは、全身機種である、FMVFA パソコンも合わせて掲載する。なお、 N5280FA からブランド名をデスクトップ PC と同じエスプリモに改めた。ありがとうございます。